はい、前回は、書道の書体についてですねお話をさせていただきました。五体、楷書、行書、草書、そして隷書と篆書という5つの書体がありますよということでお話をいたしました。それで今回はですね隷書の書き方についてそのポイントをお話ししたいと思います。前回申し上げましたけれども隷書はあまり実用でですね頻繁に使うわけではありませんけれども、のし袋、お礼とかですねそれからお香典とかご礼膳とかですね、そういうので、手書きで書くとすれば意外とそういうところで使うことが多いですし、あとは年賀状ですね、謹賀新年などは、意外と隷書で書くということがまだ多いような気がします。それで隷書体はですね、書き方はコツを覚えれば簡単です。ですからぜひまずご自分のお名前で練習するというのが、よろしいかと思うんですけど、まず簡単な文字で、コツをですね、お話しできればと思います。王様の王という字を書いてみます。横の線ですね、こう水平に書く、まっすぐ書く、で横、これが隷書の、線、形もそうですけど、形はとにかくその水平にする、水平にですね、水平に、それまっすぐ書くということですね。それからもう一つ、書き方があります。これはですね、こんな書き方ですね。やはりこれも水平にこう書いてるのは同じなんですけど、この最後の線ですね、この最後の線が、上と違いますね。上はこの上の2本の線と同じですけど、これは、こういうふうに、少し最後楷書の破法ですね、右払いと同じような感じ、あるいは神妙の払いみたいになってますね。これを書道の用語では「はたく」って言いますね。はたく、たくというちょっと難しいんですが、こういう字ですね。はたくと言います。このはたくがあるものとはたくがないもの、このはたくがあるものを八分隷と言います。八分と書いて、それで隷書の隷ですね。こちらは古隷と言います。古い、古隷と言います。この古隷と八分隷、これ八分と、八分じゃなくて八分と言います。八分隷と言います。今は大体ですね、八分隷で書くものが多いですね。私は古隷が個人的には好きなんですけど、やはりこう装飾性ですかね、デザイン性、装飾性がやはり八分隷の方がこうありますので、八分隷の方が好まれるようですね。こういうふうに隷書には古隷と八分隷があるということだけ押さえていただければと思います。それで今度は書き方なんですけど、
今もうご覧いただいてお分かりいただけたかと思うんですが、起筆ですね、筆の、起筆あるいは起筆と言いますけど、楷書の場合にはポンとこう入ってこう来るわけですね。これが楷書の線ですけど、隷書の場合にはこちらからこう入ってこういくね。これはここからこう入っていくと、これはこちらからこういってこういくような感じですね。この穂先をですねぐるっとこう丸めるような感じになるわけですけれども、これは純筆と言いますね。普通にこう入っていくので、これは純筆というわけですね。これはこちらからこう入っていきますから、こちらから入っていくので、これは逆筆と言いますよね。純筆と逆筆です。このことによって、この紙筆のここの部分が丸みが出てきますね。これはこういう感じになる、ですから柔らかい感じが出るということですね。これをですね、造法と言ったりもします。法はこの金辺で書くんですが、穂先ですね、この穂先をこう隠すような感じでくる穂先をこう隠すような感じでこうくる、そのことによってこう丸みが出るということですね。これは上からでもいいし下からでもいいんですけど、いずれにしてもこちらからこう入っていくということですね。縦の線についても同じです。純筆の場合にはこういってこうくるわけですね。これがこの逆筆で書く場合には、こう入っていってこうくる、こう入っていってこうくる、ここがやはりこう丸みができますね。これはこういう感じ、明らかに違いますね。ですから隷書の線っていうのは柔らかな感じがするんですね。それで形が扁平、ちょっとこう横に長いということで安定感が生まれる、それからそういう柔らかさが生まれる、そこにこう安心感信頼感が生まれるということになるわけですね。ですから看板とか、それからお墓石とか、それからこれから書きますけれどもお札とかですね、そういうところで使われるということなんですね。はい、それではこの お札のですね、前回お話しましたけど、1000円、5000円、1万円と、これすべて隷書で書かれているということなんですが、この千という字ですね、これを、ちょっと一つのモデルとして取り上げたいと思います。ちょっと拡大しておきましたけど、この字ですね、これは八分隷で書かれてますね。一画目も逆筆で入ってきます。こう入っていってこういきます。それで、これがこう入って、それでこういって跳ねます。それから縦の線もこう逆に入って、それで
かりまっすぐ下ろしてくるということですね。これで線が出来上がるということですね。円も同じように、逆筆で入って、逆筆で入っていって水平に行ってここでこう来ると、こんな風になるわけですね。この線円ですね、こんな感じになります。ここが波卓があるということですね。それからついでに申し上げますと、この銀行券のこの行という字、この行人弁ですよね。これ見覚えのある方がいらっしゃると思うんですけど、御という字ですね。お祝いとかお香典なんかの御という字ですね。これでこの行人弁が使われていることが結構多いですね。隷書体の場合にはこれで書きます。ちょっと御という字を書いてみましょう。そうですね、お祝いとでも書きましょうかね。隷書で書くとこんな感じでしょうかね。横にこう広がった感じですね。で、横の線をちょっとこう強調して書くというのが隷書の書き方のポイントになりますね。これはあまりこう変化がなくて、面白みはないかもしれませんけれども、前回少しお話ししましたけれども、つい最近なんですが、お墓石を頼まれて、そのお墓石、感謝という字の、元の熟語ですね、観音放射というわけですけども、これをお墓に刻みたいんだということで、隷書体で書いてほしいということで、いろいろ書いてみたんですけども、最終的にこれになったんですが、これは八分隷で書きました。ですから、この辺ですね、心はこのままこうなってるんですが、この横の線、それからこの線とか、それからこの線、この辺で八分隷の特徴を出してます。でもう完全にこう横にこう潰した形でですね、安定感を持たせると、安定感がありなおかつちょっとモダンな感じですかね。それを出してみたいということで、お客様のご希望を聞きながら書いて、結果的にこの作品になったということなんですけれども、造形的に見てもですね、隷書というのは非常に面白いなというふうに、改めて私も感じた次第です。
ということで隷書について、ポイントをお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。